皆さんこんにちは、ペトロンアートディレクター生美です。はい、今日はですね3月14日に新発売される新色をご紹介したいと思います。実はですね以前から好評のカラーでトップホワイト、ブルージュホワイトのシリーズに続けてですね、今回はラベージュホワイトが出ることになりました。すごく可愛らしい色、まあ、春らしい大人な感じですね。はい、パッケージこちらになるんですが、後でちょっとカメラ切り替えて皆さんに紹介しますね。はい、今回またこちらは直営店限定のカラーになりますので、はい、ぜひ皆さんに使っていただけたらなと思います。今日はこちらを使った、はい、春っていう季節もありますし、お花ですねをご紹介したいと思います。はい、では始めさせていただきたいと思います。はい、ちょっとじゃあ画面切り替えますね。こちらのラベージュホワイトになります。まずは、最初に出たトップホワイトですね、すごく人気で、で続けてブルージュホワイトが出まして、はい、さらにこちらの今回は、はい、ラベージュホワイトが新登場しますもうね、なんてたって、まずパッケージが本当に可愛くて、ね、おしゃれだし、この紫がいいですよね。はい。で、今回はこの色の特徴としましては、くすみパープルとオフホワイトをちょっとミックスしたような色合いになりまして、すごくこうパステルっていうよりかは、やっぱりグレージュ系の大人っぽい、はい、こちらのお色味になりまして、あとはですね、今年すごくトレンドカラーであるベリーベリーっていうね、皆さんもチェック済みかな、はい、こちらの色をまあベトロらしく落とし込んだ、はい、今年のこの春らしい色合いになります。一押しですそれに合わせて私も今日春らしくグリーンをですね、パープルと合わせても可愛いし、はい。ではですね、早速ちょっと色味を見ていただきたいと思いますが、まずですね、トップホワイトと、こちらがブルージュホワイトですね。で、今回のラベージュホワイトとしては、こういったような色味になります。絶妙な色になってます。大人仕様です。はい。そして、今回ご紹介したいのは、こちらのフラワーアートです。どうですか?とても大人っぽいですよね。なおかつ、それぞれのこう色合い?それぞれの色で実は作ってるんです。これが、トップホワイト。はい。ブルージュホワイト、ラベージュホワイト。もうこれで揃えて使っていただきたいぐらい可愛いです。はい。で、そして、同時にですね、はい。こちらのコラボカラー、皆さんチェックされてますか?エビスシリーズですね。はい。エルミュー様とコラボさせていただいている10色ですが、こちらを今回は4色をチョイスしまして、ラベージュホワイトと一緒に組み合わせてご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、こちらの4色です。2306、2308、はい、2309、2310、それぞれもすごくね素敵な名前ついてますので、ぜひチェックされてください。はい、そして、はい、使っていくのが、あとはこちらの、はい、ラベージュですね。みんなもうラベージュって呼んでもらえたら、はい、タグ付けもラベージュで、はい、ではですね、早速ご紹介していきます。今回はやはりこのテクスチャってもうすでに皆さんこの辺は愛用されてると思うので、固めの星3つのものですね、しっかり顔料が入ってるもので、ラインとか細かい書き込みとかもすごく決まりやすいですし、なおかつワンカラーでもすごく綺麗に発色するようなお色味になってます。なので、今回はこれのテクスチャを活かしたアート。はい。むしろこのラベージュじゃなきゃ、むしろ出せない。くらいの勢いで、はい。
ではですね、早速これを塗っていきたいと思います。まあ、テクスチャーも一緒にご確認していただけたらね、バリ方って言っても、そんな糸引くようなものではないので、しっかりちゃんとね、すくえて、筆離れも良くって、これをまずですね、塗布していきます。全体に。はい。これね、なんとなく皆さん、硬そうなので塗りづらいかなと思うかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、一度塗りしても本当に綺麗に決まるんですよ。まあもちろんね、星一つとか二つと比べたら、このテクスチャーとかは少しこう、もったりっていうか、しっかりはしているので、ぜひちょっと筆圧をですね、気持ち強めに引っ張ってもらえたら、綺麗に、はい。ささっと塗れますので。で、実はこれもセルフレベリング。まあ、うちのカラーの全般で言えることなんですけど、セルフレベリングは抜群にいいので、もしワンカラーで楽しむ場合は、すぐに硬化せずに、ちょっと気持ちを置いておくと、綺麗に馴染んでくれるので、つるっと。ね。これぐらいテクチャしっかりしたものでも、つるっと馴染んでくれるので、はい。ぜひ、そこ、ちょっと注意してみてくださいね。はい。では、そしたら、ここに、今回の、こちらの4色を乗せていくんですが、とてもね、ユニークなお花の描き方を今からご紹介していきます。で、使っていく筆なんですけど、結構前回の動画でも私おすすめしてた筆、皆さん覚えてますか？ラウンド筆、ベラフォーマのラウンド筆ですね。これを使っていきます。はい。まずですね、今硬化してない状態ですよ。ここポイントです。皆さん硬化をうっかりしないでくださいね。はい。では、まず一番濃い、2310、はい、を結構こうすくってもらって、これぐらい、キュッと、しっかりめに。どの辺に入れるかというと、チップのど真ん中よりちょっと上ですね。ここにポンって置いてもらえたら、はい。これが実は花芯になります。はい。そしたら続けてですね、この辺の、2306を順番に乗せていきます。ちょっと毛が入ってるな。はい。まずですね、それを四隅に乗せていきますよ。ちょっと置いとこうか。まず、ここの横に、これも花びらとして見立ててるので、続けて隣に2308、くすみピンク系ですね。はい。で、さらに2309、ちょっとモスグリーンのようなお色になります。はい。もうこの段階でお花になってる。で、ここまで来て3色来たので、また順番戻ってもらって、最初の2306をもう一度乗っけてもらって、で、さらにピンク。はい。2308を。もし、お花、もうちょっとこう、間が空いていれば、モスグリーンを2309をもう一度ここにちょっと足してもらってもいいですね。で、筆を一度綺麗にしてもらったら、これを実は、こう、放射線状に、花びらのようにしていきます。ちょっと見てくださいね。まず、花芯のところは、あんまりそこまで触らずに、ちょっと手前ですね。ここを、緩やかなカーブを描くように、こうやって切っていきます。そのまま筆は拭かずにいきます。はい。これ1枚。続けていきますよ。で、筆の先端に結構溜まってきたら、その都度拭いちゃってもいいですが、案外、溜まったのがいい具合にね、残ってたりもしますので、これをゆるやかなカーブのように切っていきます。今日ちょっとまあ回転しちゃうんですけど、普段、後でもうちょっとこう自分の、もしお客様の手の場合の時にね、どうするかっていうので、このような動きを覚えてもらえるといいかなと思います。はい。で、さらに、だいたい少しこう緩やかなアーモンド型をね、意識してもらえるといいかなと思います。S 字をちょっと描くイメージですね。こんな感じです。本当にね、さささっと描
けちゃうので、でこういうねちょっとこう刻み込んでいくところは気持ち中に入れてもらったりしてもいいですし、こういうところですね。そうするとよりねお花のこの花びら感が出ると思います。こんなようなイメージで、で本当に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だいたいまあ、1枚につき 2回っていう動きを入れてもらえたらいいかなと思います。はい。でもちろんねこうもうちょっと触ったりしてもいいですけど、その間にこうせっかくできた筋が結構消えてしまうので、そこぜひね触りすぎないようにしてあげてくださいね。もちろん微調整とかは全然 OK です。はい、よし、それでは硬化をしていきます。はい、そうしましたらラインアップに変えてもらって、ラベージュホワイトを花芯でちょっと付け加えていきますね。はい、こんな感じで、どのようなね花芯にしていくかというと、今回少しねちょっと特徴的なのにしたいので、こうやってちょっとこう溜まってるところをちょっとだけにしてもらったら、あとはスーッとラインを引いていきます。ぜひねこういうところの元々できた筋とつなげてもらったら一番わかりやすいかな。こんなイメージですね。見えてますか？で、適度なラインを入れていくイメージです。これただね、やりすぎないようにしてくださいね。本当にちょっと鼻の葉脈を付け加えたらいいかなっていうイメージなので、あんまりがっつりは入れないでくださいね。で、花芯少しちょっとくくっと中にちょんちょんって入れてもらえたら OK です。はい、一回硬化をしましょうか。で、最後に今回は周りをくるっと一周ちょっと囲みたいと思うので、何色で囲みましょうか。私的におすすめなのは、2308、このくすみピンクですね。くすみピンクを使って囲っていきます。はい、これね結構囲むのと囲まないのとはすごくねおしゃれ度が変わりますよ。キュッと締まりますし、なんか格段にね、おしゃれに様変わりします。細く周辺入れてくださいね。くるっと一周。はい、では硬化をします。最後にちょっとトップ塗って、花芯にちょっとミラーを入れたいなと思います。はい、今は、エンネのノンワイプトップをしっかり塗ってもらって、エンネノンワイプトップ皆さん愛用されてますか？皆さんジャー派かな、ボトル派ですか？結構ね皆さん意見分かれるみたいですよ。はい、これでしっかり硬化をしましたら、はい、そうしましたらミラーを、うん、
ちょっと菓子にちょんちょんと入れたいんですけど、水飴か綿菓子どっちがよろしいですか？今日水飴でいきましょうか。しっかり硬化してくださいね。ここもし硬化がちょっと甘くなると、あのミラノ粉が結構飛び散るっていうか付着するので、しっかり硬化をしてあげてから、水飴を乗せてあげてくださいね、うん、はい、ほんとちょっとでいいので、このどこに入れていくかというと、あのほんと最初にこの菓子入れたところをちょっと助長するイメージでちょんちょんって、ちょっとつながってる感じでもいいし、少し付け加えるぐらいでいいですね。と、過信ちょっと。だけですね。キュキュッと入れていくイメージです。けちゃん。で、ここで、後でトップをもう一回ね、かけてもらったりしていただければ、はい、完成になります。これね、結構表情は違ってくるので、ぜひね、いろんな表情で作ってもらえるといいかなと思います。毎回ちょっと出会う表情が違うので、私も今日これは3個目かな？同じこの、ラベージュで作ったのが、これ1個目で、2つ目が、はい、こちらで、今、皆さんにご紹介したのが3個目ですね。はい。ラベージュだとですね、やっぱりより、ちょっと女性らしい感じになりますね。はい。ブルーの方は、ブルージュホワイトだとちょっと爽やかで、こっちはもうちょっとシックな感じにまとまります。はい、ぜひちょっと好みに合わせて。で、今回このやっぱりテクスチャーって、硬い星3つのものに柔らかいこちらのテクスチャーのものを合わせることによって、程よく下がですね、引っ張られて、なおかつ筋感が残るので、これは通常の星1つとか2つで合わせてもなかなか出せない表情、質感なので、ぜひ、はい、このラベージュ、ホワイトでお試しください。硬くないと。やっぱね、このテクチャーすごく活かしてるので、はい。何度でも言います。はい。では、以上。はい。お花、春のですね、大人っぽい、はい、ラベージュホワイトを使ったお花アートをご紹介させていただきました。はい。ではまた、お会いできるのを楽しみにしています。またねー。